唐崎城とは、茨城県ひたちなか市、足先にあった鎌倉末期から南北朝時代にかけて築城されたとされる中世の館である。ひたちなか市指定史跡。市内にある館跡では最大規模とされる。旧勝田市は市の史跡第一号に指定した。なお今日においてこの一帯は足先と表記されるが、鎌倉紀の資料では唐崎と記されている。 そしてこの館は、唐崎溶岩、または、唐崎館と書かれている。現在は、太郎崎という名の岬浦南岸最大の半島上の大地にある水田地帯に突き出た細長い小山に過ぎないが、かつては東、北、西を岬浦に囲まれた溶岩の地である。船止まりがあり、古城交通を管理する館と推定される。 しかし生活や政治には不便であり、別の館に在住していた可能性がある。よって、攻撃を受けた場合の詰めという意味合いが強い。いわば統治的というより、地政学的な意義があったと思われる。館こそないものの、本格、キードアと、ノロシ東台などがあり、中世の遺構を色濃く残している。記述の通り、追記年代は概ね推定されている。それは、 常コナが大量に出土しているからである。築城者は、日立大城、吉田太郎公美機の三男である、田崎三郎里美機とされる。この地で自童をしていたが、南北町争乱で南町側に着いたため没落した。次に、江戸道重の次男が土着し、代々足、先死を称した。しかし1590年に、 豊臣秀吉の命を受け日立統一を目指す佐竹義繁、義主佐竹義信に攻略され、江戸勢は壊滅し落城した。自然の要害とはいえ、堀が浅く、作り自体が脆弱だった。それゆえ、佐竹軍の前にして、牢城戦でもわずか1日で落城したという。たらさ里美樹の系図ズラジ美樹、吉田次郎清美吉田太郎森津吉田太郎関心。 吉田博士艦隊、田良崎里美樹。ありがとうございます。